楽天は今日が第2クール最終日です。昨シーズン大活躍の2年目右腕がさらなる進化を目指します。おととしドラフト3位で入団した右腕渡辺翔太、変化球パームを武器に中継ぎとして51試合に登板し、防御率は 2.40、 低いと打たれにくいことを示す被打率は1割7分5厘とチームトップ。より研究される2年目は進化を問われることになります。去年はただ投げるだけでポン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 投げてたんですけど、今年は違ったようにやろうかなと思ってます。それは教えられないです。全容は知ることができませんでしたが、取り組みの一つを教えてもらいました。それが新たな変化球への挑戦です。チェンジ、チェンジアップ、そしてシンカー、縦に変化する決め球パームに加え、新しい球種を覚えようとしています。上下だけじゃなくて左右も広がるので、僕の投球の幅にしたいなと思います。しっかりも左バッター対策として、逃げるボールを習得しようかなと思って練習しました。渡辺の被打率は右バッターが1割4分に対し、左バッターは2割1分。比較的打たれた左バッター対策として、外へ逃げるように変化する球種の習得を目指します。イメージはやっぱり投球幅が広がるのと、バッターいろいろ考えさせられるっていうのがあるので、そこは自分の中で武器にしてやっていこうかなって思ってます。